ぬき1号さんあれ、マンソン3号は、たぬき2号さんどうも、たぬき1号さんは、マンソンいらっしゃい。ゆうたんさんおはよう。ゆうたんいらっしゃい。ひかるさんおはよう。なんだこれ、ボリュームさん、こんにちは、コート。民間学校さんおはようございます。スケルトンドットビーバさんおはようございます。どうもおはようございます。たぬき3号さんどうも。スケルトンいらっしゃい。林間学校のりたま、ひかるいらっしゃいね。ゆうたんいらっしゃい。マンソンもいらっしゃいね。あと、のりたま、あと、ちなみいらっしゃい。コンいらっしゃいね。チェーナーマンいらっしゃい。親方いたい。親方いらっしゃい。お前いつまでホテルいるんだ。銀次いらっしゃい。メロチいらっしゃいね。はい。清流いらっしゃい。コックもいらっしゃいね。まだホテルすいません。はい。申し訳ない。切れたナイフいらっしゃい。お、ナイフいらっしゃいね。電化さんは何をやってもダメよ。俺みたいな人間は。チャビいらっしゃい。金ないよ。もう YouTuber で稼いだ金全部使った。延長じゃない。また再入室か。すいませんね。ってことで言うかな、電話を始めます。どうも、ファーウェイの携帯電話の方がちょっと壊れてるので、違う携帯電話で配信してるけど。いやー、金ないもうマジ。もう、いや、問題、もう、今日、ここ3時までだから、3時出なくちゃいけないから、3時出る。いや、本当に。8000円しかないって、嘘ついた。8000円しかないっていうのはあれでしょ？なっけ、ふわ、なっけ、YouTuber で働く前でしょ？こっちの携帯なら、コーヒー室で見ても音声聞こえる。あ、本当に？ヒロインいらっしゃい。今日、小峰トンネルでも行って、心霊配信でもしたら、雨降ってないの。バーの給料11万ならホテル使った。ホテル。昨日8000円って言ってないよ。リスナーのコメント読んだら。榎本いらっしゃい。チャコいらっしゃい。まいった、どうしよう。リンピンいらっしゃい。同じホテルで部屋移動してる。そうだね。再入室だから、再入室。ゴールドいらっしゃい。ちなみにここ、あれだからな。ホテル5000円だからな。5000円。泊まりじゃないからな、これね。あれ、フリータイムだからな。フリータイム。俺どうしよう、もう、つか、住む。どうしよう、本当に住む。冗談抜きで。春の愛に、いらっしゃい。じゃ、まあ、冗談抜きで。こんなんやってて、こんなんや、わかるでしょ、みんなも。俺もこんなんさ、なんか、ラブホ泊まってさ、じゃ、はっきり言って帰りゃいいのに、帰らないでさ、これ無駄金使ってるじゃん。ほんで、金だって必要なのに、こんな場所泊まってんじゃん。いや、アホだよな。いや、わかるわかる。これは、こんなの。いや、みんなに言われるのはわかるわ。AK さんは、花火最速じゃなくて、じゃ冗談抜きで、チケチケ、金の使うのがさ。シャネルのバッグ返してもらえ。買ったことねえわ。ギスケいらっしゃい。今日家帰る。マジで。YouTube から来ました。タヌーいらっしゃい。キンタいらっしゃい。
ゆうさん、アイテムもまだ下ろせない感じ。アイテム？どういうこと？あれ？なんて、フワッチポイント？いや、下ろせるよ、フワッチポイント。だって、フワッチポイント今下ろしちゃうと、今何日？まだ早いんだよね。できれば23日とか、そんぐらいに下ろしたい。いや、23日とか24日とか、そんぐらいに下ろしたい。っていうのも、家賃払うのが月末なんだけど、月末、あと光熱費等あるじゃん。そういうのをまとめて払うのに、今ギリギリに下ろさないと、前まで15日のお金を下ろしたんだけど、そうすると金使っちゃうじゃん。だから結局ギリギリに下ろして、ギリギリにファッチポイントを下ろして、っていうふうに月末に下ろすようにしたの。月末に。25日とか、そんぐらいに下ろすと、家賃、すぐ入ってくるからさ、次の日入ってくるから、あ、次の日じゃない、その日に入ってくるから、平日ならば。本当お金ないから、前までお金に余裕があったから15日も平気だったけど、今収入は本当減ってるからって言って、みんなに催促してるんじゃないかな、マジで。あ、春菜にあると。皆さんナイスお願いします。すいません、申し訳ない。ナイスお願いします。今ナイスがギリギリ7位ぐらいだと思うんですよ、多分。ね、ナイスで生活してるもんなんで、ナイスのお金大きいんで。お願いします。最初に押してもらうと嬉しいです。押し出してありがとう、ギスケ。じゃ、館内アピールって本当ない。リュウちゃんしちゃい。じゃあ、なんでホテルと。あ、今8位だ。8位。8位じゃまずいので、7位じゃないとまずいので、7位2万円だからさ、でかいんですよ。ラブホイール、今、フリータイムで。ともいらっしゃい。すいませんね。まあ、皆さん、できれば。ナイス1位、香川じゃない。ね、あ、スケルトンありがとう。スケルトンありがとう。マジで。13時に全てが分かる。何が13時に全てが分かるって。どういうこと？ホテル暮らしの理由が分かんない、チャコ。簡単に言うと、現実逃避。ラボフリーだから安いから、まあ、5000円ぐらい。5000円満たないぐらい。フリータイムだからね。俺さ、なんだろうな、現実逃避だね。今後の配信プランを教えてください。今後。全然何もなくてね、どうしたらいいのかなと思って。ホテルにこもって現実逃避。ほえ、ほえ、こえ、あいよ。けど結局夜はホテルいないし。配信やめたら生活どうするか。どうするかか。なんだろう、なんか自分で後悔することしか今全然してなくてさ、わかる？みんな本当にずっとなんだけど、後悔することしかしてなくてさ、まさに自己遺族。
連投コメントの人やめてくんねえかな、なんかコメントが流れちゃうんだよな、このアスカダンとかのやつ、ちょっとブロック、コメント流れちゃうんだよね、今更気づくの遅い。リスナーの言うこと聞けって言ったろ、うん、ほんとそうだな、19号、うん、あ、違う違う、ホテル、あのラブホテルってさ、そんな熱くないじゃん、ね、ほんとそうだな、でもリスナーの言うことは聞くべきだよな、反省と後悔、たまに正解の連続。いや、違う違う、携帯電話がね、小さいからさ、携帯電話小さいから見づらい、ね、いつも同じことの繰り返しな、いやほんとそう思うわ、うん、イエスマンのコメントばかり聞いてたらダメよ、まあね、うん、ヤスリいらっしゃい、リスナーに聞いても全部無視して身勝手に行動してきた、まあそれは配信のことについてやったら分かるんだけどさ、配信のことについてでしょ、配信のことについてだからね、どうしよう、厳しいコメントがディスに聞こえるのも分かるが、違うよ、ディス、ああ、そっか、そっか、そういうことね、厳しいコメントがディスに聞こえるのも分かるがっていうのは、言葉が、みんなが言葉が汚いからディスに聞こえるってこと。本当は、それが、なんだろう、ディスではなく、助言だったりとか指摘だったりとかってこと。誰か、誰もいねえよ。じゃ見せてもいいわ、別に。これ部屋番号取れば。狭いんだから、部屋が。そもそも。誰もいねえよ。あと1ヶ月半 ?1 ヶ月半後悔なく終わろう。まあそうだね。まともに考えてちゃんと打ってもブロックするのは良くない。うん、帰る帰る今日、本当に。今日っていうかもう、なんだっけ。放送終了して少し帰る。すみません、風ないと言いながらラボって、だから現実逃避だってんの。家帰ると現実をいろいろと見なくちゃいけないじゃん。現実逃避してんだよ。マジ、食費がなくなろうが、今現実逃避したいんだって、本当に。酒飲んでた方がよかったか。断酒で解決していく。まあ、酒は別に立つのはできるよ。135いらっしゃい。本当に、リアル金がない、まあね、家賃滞納してないよ、家賃は毎月払ってる、もう家賃滞納したら済むもん、マジで。貯金そろそろ、貯金なんかない、ニンニク一円もない、本当に。グッチいらっしゃい。住民税支払っ